最大に近い出力を出していますが、オーバーヒートの心配はなさそうです。恐怖との合流を急ぎます。編隊を組み付け高度2500まで上げます。イギリス本土側へ転進。双発や単発が入り乱れているように見えます。敵味方の識別をしたいので急降下準備。上機に続きます。有軍機の爆撃機でした。ドーバー海峡の中心部を南下中。フランスへ向けて行く飛行中の中型機を発見。装備力に茶色が見えた。レッツと男性飛行物体へ送ります。イギリスへ向け旋回。先ほどの郵便機が撃墜されたようです。様子を見に行きます。高速で移動中のモスキートを発見。通知します。敵機砲ファイター。どうやらモスキート以外の敵が多数。高度無理を維持しなければ機関は望めなさそうです。こちらに衝動の悪魔が接近中。上機が別の P38 を撃墜。お見事。味方のミスターとホッケがいるようですが、早々に切り上げ離脱します。上機が合流。後方よりホッケウルフらしき機影が接近中。油断できないので恐怖から離れ援護態勢へ移ります。フランスまであと少し。あのホッケウルフがなぜか長期を追尾。意図がわかりませんが敵機ではないようです。見たことのないことを。こちらへ向かってきます。中途が反応。捕獲されたメッサーシュミットだったようです。逃げ切れるかわかりませんが回避起動を試みます。
他の味方に行かないようにここで食い止めます。